ハロー、ジュンピーです。ということで本日はですね、サムネイルとタイトルにもございます通り、興奮動画になっております。去年の2月くらいにも、このような形の動画を私が出したかなと思いますが、今年2024年新しい目標ができました。その目標がチャンネル登録者数を5000人にすることを目標に活動していきたいと思います。チャンネルのヘッダーや、いろいろな動画などで、ブロンズ1万人に行きたいということを言っていましたが、もちろん行けるように頑張ります。ですが、今の段階では1500人の方に登録していただき本当にありがとうございます。もっともっとメイン動画もショート動画も頑張っていきます。必ず今現在の1500人の数字で2024年が終わらないように、もしかしたら5000人いけない可能性もあるかもしれませんが、そのような可能性を本当にゼロにする気持ちで頑張っていきます。本当に、チャンネル登録と拡散よろしくお願いします。そしてここから先は皆様に見ていただきたい動画がございます。それがこちら。いただきました通り、なんとこの冬歌ってみたが帰ってきます。おめでとう。はい、ということで今までライブ配信とかいろんな動画でも言ってきたと思うんですけども、オーディオインターフェースというものが壊れてしまって、残念ながら歌ってみた投稿できないんです、すいませんっていうことを言ってきたんですけども、オーディオインターフェースが使えるように実はなっていないんですけども、いろいろな機材を駆使して歌ってみたを復活できることが分かりました。ですので2024年の秋頃と冬に、歌ってみたを投稿しようかなと考えております。なぜ、今ね秋っていうことを出したかっていうと、私2024年10月20日でびっくりかもしれませんが、私準備成人、20歳を迎えることになります。20歳のになる前の本当の最後の秋、そんなもん9月ぐらいにあるかと思いますが、歌ってみたら投稿したなと思っておりますので、ゴールデンウィークだったりとか夏のイベントが終わった後にすぐに歌ってみたが、投稿される予定です。そして先ほど言った通り、チャンネル登録数5000人を本気で目標として活動していきます。目標達成ができればこの冬に少しだけ歌ってみたが投稿されます。そうじゃなくて、目標が達成できれば、今歌ってみたを出したなと思って音楽すべてを投稿するって形にしたいと思っております。本当にそれがどうなるかは皆様にかかっていますが、何よりも拡散や切り抜きはしていただけるような動画投稿を、していこうかなと思っておりますので、皆様本当によろしくお願いいたします。ということで本日はこれで終わりたいと思います。この動画は少しでも良いと思っていただけましたら、この動画の高評価、そしてチャンネル登録とコメント、切り抜き、拡散、よろしくお願いします。私、チュンピーこの YouTube 以外に Twitter、Instagram、TikTok、スレッズ、ポコチャ、やっております。すべて説明欄や概要欄などに記載されておりますので、よければチェック、よろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。チュンピーでした。